ルール変更というか、あのゴールポストいつまで鉄でやってんだっていうのを思ってて、まあ、あんな激しい競技をするフィールド上にあんな硬い柱置いとくの危険でしかないから、うん、もっと柔らかい、なんなら本当に強風だったらちょっとしなるぐらいでもそれもサッカーだって理解してもらってやる方がいいんじゃないかなっていうのは一個思ってて、ディフレクトしやすくなるかもしれないけど、要はまあ、 あの当たって入りやすくなっちゃうかもしれないけど、はい、それも許容する形で、うんうん、やわいというか、うん、安全なようにする、うん、そういうことですね、はい、昔は本当にかとばってたりもしました、ね、あれね、小学生の時に、はい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 、おでこ当てて危ないとかね、はい、雨の後に持ち上げると灰汁みたいな出てくる、そうそうそう、サビ汁がね、間が穴開いちゃってたりとか、ね、まあ今はね、あの丸くなってたりとかはしますけど、うん、はいはい、僕考えたのは 0-0 のまんま70分までいったら両チーム1人ずつ削るっていう、ああ、それこそ10対10ってことですか、10対10、なんなら残り30分で削って、残り10分でまた削ってで最後9人対9人で、まあなんとなくそのアディショナルタイムを最後にくっつけるんじゃなくて細かく取ってって、はい、やるのが、なんだろう、人数が減ると明確に耐えるチームと攻めるチームだったら攻めるチームが優位になるんですよ。攻めはなんかゴール前に人数を入れすぎても渋滞しちゃうけど、守備はゴール前に人垣固めれば耐えきれる可能性が増えるから、だから 0-0 狙いがまず確率として低くなるっていうのと、それでも 0-0 を狙うチームにロマンを感じるという、うん、まあ、あのリバプールみたいなことですね、この間の。あ、そうですね、はい、うんうんうん、リバプール、あの人が少なくなっても、はい、6-3 ブロック引、あの、はい、違う、5-3 ブロックだ、はい、2人退場になっちゃって、はい、まあ、スパーズとリバプールの試合だったんですけど、はい、あ、はい、2人退場になっちゃったけど、あの 5-3 でもう耐えまくったっていうやつね、はいはい、あれはだいぶ人の心を動かしたみたいな試合でしたけど、うん、そうですね、まあ、同数であっても多分9対9ならだいぶそのお互い攻め合うような試合になるし、耐えるにしても耐えづらいからこそちょっとそこに夢があるというか、盛り上がりがあるんじゃないかなっていう、うんうん、なるほど、確かに面白そうですね、それはそれで、うんうん、点が入りますもんね、そもそも点入りますもんね、そうなんです、そもそも一般的には点が入る方がサッカーって面白いとされてるし、うんうん、その9人で守る難しさとかを考えたら守る方もまあ楽しめる、うん、コメントとちょっと被ってしまうんですけど、はい、PK はもらった選手が蹴るっていうのが僕は個人的にはいいと思ってて、やっぱり PK ってディフェンダーがもらったりとか、はい、サイドバックの選手とかがもらったりするときに結局絶対上手い選手とかが蹴っちゃうと、うん、まあ、入るじゃないですか、はい、それをやっぱりなんかあと得点ランキングも結局 PK で結構こう得点を、はいはい、やっぱその選手で10点とか PK だけでっていうパターンもある、それで得点王っていうのも別にいいんですけど、はい、それよりはやっぱり PK はその取られた選手がその PK を蹴って、まあ、それはそれで例えばちょっと自信なさそうな選手が PK 蹴るのも面白いし、その本当に僕らも見てて面白いと思うので、そっちの方が絶対いいんじゃないかなっていうのは個人的にずっと考えてました。そうですね、はい、バスケのフレースローみたいなことですね。ああ、そうですそうです。